関して、その憎しみより深く根を張っていくことができるのか、そしてより多くの無理を結ぶことができるのか、そしてそのためにどのような選択を要請プログラムが必要なのかというのを、これから考えていきたいというふうに思っております。皆さんのご協力、そしてご支援を、またお願いしたいと思います。ありがとうございました。地域主義が一致して、同情の主義で、基礎公約について、第一弾の本日のテーマは、日本の教会現状の不義についてです。本日の講師は、新潟県庁、井口沙織先生です。2011年の東日本大震災
2015年の7,416人、そして9位と2000年の7,414人、今2010年
会の自分の方に行っている、そこで教会の信仰数も入っている、どこが増えているんだろうかというと、その場合に東京を書いてあるんですけども、東京記録は1970年は信仰数が17,931人だったんですけども、20年後の1990年はそれが8,192人、そして2000年には84,733人、そして2014年にはそれが95,112人。このままの勢いでいくと、東京はまもなく10万人に信仰数を達するだろうというふうに考えられています。かつて日本で一番信仰数が多かったのはもちろん長崎教区だったんですけれども、今や長崎は去年2015年の統計で信仰数が6万1000人、大阪教区が5万人、横浜が5万5千人、東京が9万5千人ですから、今、信徒はですね、東京教区と横浜教区にどんどん集中で、埼玉も少しずつ増えますけれども、そこにこう集中していて、1万人を切っている教区というのは、非常に難しい状況に置かれて、それは経済的な問題もそうですし、教区という組織としての問題もそうですし、例えば新潟教区の中では、新潟教区でどこがどこが新潟教区なのか、それは秋田県と山形県と新潟県です。新潟県が一番南の端に糸魚川という町があります。糸魚川では教会の町です。糸魚川の教会を車で今スタートしたら、一番上にあります。
自分たちで自分たちの国を少し知るというところがあるんですけれども、外国籍の日本人
選挙とその人数
Thank you.
Thank you.
今、教会の中でもちろん、今みたいな仮想会によって、仮想会によっては働けると、
Thank you.
Thank you.
Thank you.
は我々は何もしなくてもいいのかということを言って、その続きに、しかし、もし私たちが怠りや恐れ、また恥、癖のあるわけではなく、あるいは間違った説などによって、福音を受け継がれることを怠ったならば、果たして私たちは救われるでしょうか。
教会の本質的な一つの問題で、それぞれが解放されていれば、
Thank you.
では私は君を呼ぶよ。